みの芸人さんがいっぱい来てます。あ、どうも。前回までふわふわチャンピオンだったミンティアをかっこよく食える男、佐伯貴史さんの兄貴、ティアと申します。大から落ちたティア様と一緒にゴリエでこちらのふわふわ特技を判定したいと思いますので、もうあの時間があまりないらしいので、もう時間が許す限りどん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 もうふわふわ特技やっていきたいと思います。じゃあ2人でオーディションしていこうか。お願いします。それではまず最初にやりたいっていう人。はい、はい、チャオ。どうも、元韓流アイドル芸人ブルーレディ田中です。大きな特技は5秒で全部脱げる。大体5秒です。あの、よーいスタートって言った瞬間に、はい、ニオちゃんが2人いると思わなかったんだけど、はい、ストップウォッチ押せてなかったの。いや、止まってるよ。ニオちゃん何してんの。やばー、正直に言います。もう見てたから正直に言います。7秒ってこんなことはなさる。どうもブルーレディ佐野です。僕はですね、手をつかって帽子をかぶれるです。お願いします。いきます。おい、おー、どうですか。どうですか。ふわふわしてます。だってふわふわしてます。さあ、続いて、続いて、ピーターパンちゃんです。ブレンチャーのままゾーキン掛けをします。はい、さあ、いける。綺麗にしちゃうよ。そこから行くの。綺麗好きのエクソシストでした。さあ、続いて、はい、これも、あ、行く、はい、けん玉日本一芸人のいつもどうだでしょうけ。おりゃ、今から全がけん玉をやっていきたいと思います。なぜこの全が乗ってるところから小さなお皿に移し替えます。え、もうコロコロの、ちょっとどうなってるかわかんないです。ジェンが落ちそう、ジェンが落ちそうよ。これやばい、これやばい。いきます。ジェンが落ちたらいいですよ。いける。無理でしょ。ダーン！できない。この尺もふわふわしてます。ミストマン行けなかった、はい、ティアさんの初リポート、ね、決まりました。決まりました。それでは発表します。はい、本戦に出場できるのはこの方です。じゃん。全が剣だもん。全が剣だもん。なんで3つ落ちちゃった。妥当な結果ですね。これ、はい、全部ふわふわしてます。ありがとうございます。こういうショーだったのか。こういうショーです。あの、なんとなくイヤホンでスタジオの声が聞きづらいから、なんとなくふわふわしてますね。こっちもね、そっちで進行するしかないですもんね。ありがとうございます。芸人の皆さんもミストマンもありがとうございます。ありがとうございます。ということで、この後はマミコも違った、始まった。小町をトレーニングに連れてった。じゃあ、ありがとう。ありがとうございました。皆さんもありがとうございました。ありがとうございました。はい、あ、提供チャンスあるんですか。提供、はい、提供あんだって。あら、おお、10秒いけ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 。ピッピー、ピッピー、ピッピー、
あ、じゃあ、持ってる？足厚いね。少ないの、少ないの。かりんた方がいい。これ暑いっすね。頑張れ。これ、これ乗れば。ちょっと待ってきた。こっちは上がってきた。そうだ、新しいベッド、ポケモンしよう。あるよ。かかってることないの。こんな時だから、あらかじめ解決法を検索。リッピー頑張れ。リッピー頑張れ。頑張れ。すごい。太陽に負けた。アイドルだ。アイドルだ。アイドルだ。やっぱアイドル。ただあなた首から下が白。首の後ろ。あ、ずっと見て食べる。死んじゃうよ。どれくらい？髪出して大丈夫、何やってるか分かんないから。あ、よっか。いけ、熱いらしいよ、くす。頑張れ。よし、頑張れ。熱くないか。いけ。で、ここで来るってことですか。これ来てる。頑張れ。最後。いけいけ。頑張ってください。頑張れ。キッピー。ヤッキー覚えてください。ヤッキー。ヤッキー。では。見えないでしょ。いや、でも可愛い。